かつての料金所付近。右側は、道の駅萩王館萩道路は、山口県萩市らぎから萩市椿に至る道路である。山口県道32号萩周防線の一部となっている。有料道路時代は、萩有料道路とも呼ばれていた。萩市椿から萩市らぎの間を旧街道である萩王館に沿って2本のトンネルで、ほぼ直線に貫いており、 阿部川沿いに蛇行する国道262号をショートカットしているため、比較的交通量は多い。有料道路時代は、道の駅萩尾観光園に挟まれるように、無人収士による本線料金所が設けられており、通行の際には通行料を自動生産機の投入口に投げ込まなければならなかった。建設時の召喚期間は三十年とされており、当初は千二十二年三月に、 無料開放予定とされていたが、おいでませ。山口国体の開催などを見据えて、山口県が繰り上げ召喚を行うことを決定し、2010年3月20日に無料開放された。未召喚見込み額約12億円のうち1割を、萩市が残り9割を山口県が負担する予定。山口県道路公社による営業は2010年2月16日で、 終了し、翌2月17日から3月19日までは、無料化に伴う料金書の撤去等の工事に伴い、全面通行止めとなっていた。ありがとうございます。